冬至、肌寒い風が吹きつつも暖かい風が私たちを照らす今日この日、私たち卒業生のためにこのような厳かで晴れやかな卒業式を強行していただき心より感謝いたします。これからの未来に対して期待や不安が入り混じる中、こうして無事旅立ちの日を迎えることができました。本当にありがとうございます。校長先生、来賓の方々、在校生一同から力強い励ましの言葉と温かい花向けの言葉を頂戴し、気持ちが奮い立ち身の引き締まる思いです。私は今21歳です。主婦であり社会人でもあります。その私が高校に入学しようと思ったのは子供のためです。子供にお母さん高校行ってないから僕たちも行かないって言われたくなく、また夢を持つということを親が見本となって行動しなければと思ったからです。しかし初めは高校に行くのかとても迷いました。この年で高校生というのに抵抗があり、他のみんなより遅れていると思ったからです。そしてルネサンス高校に入学してもスクーリングが不安でした。初めて会う人と仲良くできるかという不安、授業内容に対しての不安、さまざまな不安がありました。それでも初日から話しかけてくる人もいて、先生方たちも友達感覚でとても話しやすく、久しぶりに受ける授業がとても楽しかったです。体育の授業でも久しぶりに体を動かし、体育ってこんなに楽しかったっけと思い、中学校の頃は授業などをサボってばかりでしたが、あの時もしっかり授業を受ければよかったと未だに後悔しています。スクーリングや社会でさまざまな人に出会い、いろんな知識、関わりなどを得られました。その出会った人のおかげで今は夢をいっぱい持てました。夢をたくさん持っているからこそ今の自分がいると思っています。そして一つ一つ叶えるために努力を積み重ねて頑張っています。夢を叶えるためにももっといろいろな人に出会い、いろんな知識、関わりなどを得たいと思っています。皆さんも夢は一つ二つだけではないと思います。私にとっての中学時代の授業態度のように、皆様も夢を叶える過程で後悔することが出てくるかもしれません。でもその後悔に気づけたことは私は幸せだと思います。高校に入学して卒業する今だからこそ気づけた後悔です。チャレンジしたから気づける後悔は大切です。そういえば論語にも、過ちては改めるにはばかることなかれとありました。私は今この言葉を実感しています。そう思えるようになったのはこのルネサンス高校に入学したからだと思います。私は今この学校に入って正解だと思っています。共に同じ時間を過ごした友人たち、常に私たちを一番に考えてくださり、いつも心配しながら支えてくれる家族、未熟だった私たちをここまで指導してくださった先生方、本当にここまでありがとうございました。このルネサンス高校で培ったもの全てをこれからの人生に生かし、国内外問わず幅広い社会で活躍できるよう奮励していきたいと思います。ルネサンス高校で共に過ごした仲間や時間、全てが私の誇りです。最後に なりましたが、校長先生はじめ諸先生方のご健勝と学校のさらなる発展を記念し、卒業生の冬至といたします。平成31年3月3日、卒業生代表阿保須奈美恵。ルネサンス高校。